パブロ・エドソン・バレーラ・アコスタは、メキシコトラル・ネパントラデバース出身のサッカー選手。メキシコ代表である、プリメーラ・ディビシオンのアナム・プーマス所属。ポジションは、フォワード・ミッド・フィールダー。11歳の時にアナム・プーマスの下部組織に加入し、2005年にトップチームデビューした。足の速さを活かした突破や、質の高いクロスが持ち味で、 ティブロネス・ロホスでベラクルスを8-0で破った試合では、すべてのプレーに関与した。2008年7月に左膝を負傷して、半年間を棒に振ったが、2009年1月初めに、復帰し、クルブネ・カクサ戦では早くもゴールを決めた。決勝の CF、パチューカ戦では後半ロスタイムに、決勝ゴールを決めた。トルネオ・ビセンテナリオ二千十では十三試合で六得点を、決め、 2010年5月には 2010FIFA ワールドカップに出場するメンバーに選ばれた。2010年7月、移籍金400万ポンドで、プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC に移籍したが、チームが2部に降格したためレアルサラゴサにレンタル移籍。2012年7月3日、クルス・アスルに完全移籍。2016年6月8日、アナムに復帰することが発表された。 2007年にカナダで開催された FIFAU-20 ワールドカップでは2得点を決めた。2007年10月17日のグアテマラ戦でメキシコへ代表デビューし、2009年7月5日のコンカカーフゴールドカップニカラグア戦で代表初ゴールを決めた。2010年の 2010FIFA ワールドカップ出場メンバーに選ばれ、グループリーグ2戦目のフランス戦で負傷した。 カルロスベラに代わって、ピッチに入ると、DF エリック・アビダルのファールによって、PK を獲得し、2から0の勝利に貢献した。2011コンカカーフゴールドカップでは、レギュラーとして出場し、決勝のアメリカ戦で決勝点を含む2得点を挙げ、メキシコの2連覇に貢献した。ありがとうございます。